はい、おやじです。今回も、金のね、まあ、全部でね、金をこのカップでね、全を取ると、ロレツ回ってなさすぎる。200cc でね、全部これ金を取ると、このメタルマリオのね、金バージョンがもらえるということを聞いたので、まぁ、あ、ちょっとね、200cc で全カップで取るまで、金マリオ取るまで帰れまてんということで、縛っております。はい。ということで、メタルマリオでね、安定のメタマリでやっていきたいかなと。で、スタンダード、スーパーカイト、はい、こちらのね。でね、前回ね、このキノコカップで、まあ、1位を取りましたので、はい、次、フラワーカップでも、まあ、余裕で1位を取っていきたいかなと思います。はい、でね、まあね、まあ、前回の動画見てくれた人は、まあ、ちょっとね、疑問に思ってる部分もあると思うんだけど、まあ、何をね、疑問に思ってるかというと、いや、ゆずきね、ちょっと待った。ちょっと鼻らかせようかな。やばい。はい。何をね、疑問に思ってるかと言いますと、この動画をね、なんで続けてお前は撮らないんだと、疑問に思ってる人もいるかと思うんだけど、なぜ撮らないかというと、ちょっと待って、やばい、話してるとね、ちょっとレースにね、集中できないんだ。僕のね、苦手なこと第一がね、マルチタスクなんだ。それで、まぁ、ちょっと、レースに集中しつつ話すと、この動画ね、実はちょっと画質がね、悪いかもしれないんだけど、実は 4K で撮ってるんだよね。で、スマホでね、iPhone で 4K で撮るとどうなるかっていうと、容量不足をね、起こすんですよ。はい。まあ、なので、ちょっと分けないとね、すぐにバッテリー切れに、容量不足になってしまうので、分けてますといった理由です。はい、ってことでね、まあ今回も早速、なんか前回よりも早くね？気のせい？なんか前回よりも早く感じるのは気のせいかな。なんか早く感じるぞ、すごい。なんか前回思ったより 200cc 遅いなとか言ったけど、なんか早いぞ。なんか早い。ちょっと待て。意外と早い。はい、しっかりコインを取って、通常総力。え、俺さ、早口言葉めっちゃ得意なのね。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。はい、これね、隣の客はよく聞く客だ。はい、このようにね、早口言葉めちゃくちゃ言えるんだけど、通常省力が言えない。え、なんで？え、なんで？通常省力が言えないんだけど。はい、ということで、あっという間になんかクリアしました。はい。余裕ですね。ピンクゴールドピーチ。ピンクゴールドピーチが迫ってきたけど、余裕でボコボコにしました。はい、カスです。はい、ということで次のレースはどこかなと。はい、キノピオハーバー。はい、こちらも軽くひねりたいと思います。はい、ここで、はい、失敗。まあいいんですよ。まあ前回の動画も言った通り、最初のね、は？おい、俺の、行く道をなんかコンピューターが阻みやがった。なんか変な設定入れてるせいで、なんか俺の行く道を阻んでくるんだが。おい、俺の道、行く道を阻むんじゃねえよ。この野郎、おい。はい、パックンさん。出番よ、パックンさん。はい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 、どけかす。どけかす、ちれ。ちれ。でかす。はい、これね、あるあるかなっていうふうに思うんだけどね、僕ね、マリオカートをね、やってるときね、とんでもなく、なんで毎回ここでミスるの？意味がわからない。本当に。これでマリオカートあるあるかなっていうふうに思う。てか、マリオカートあるあるってかね、モンハンとかやってるときもそうなんだけど、ゲームやってるとさ、めちゃくちゃ口悪くなんない？え、これわかるよね、みんな。待って、なんで後ろにつけて、あれ？なんか緑コーラ持ってた。なぜ俺今後ろにつけなかった？おい、ケツにつけろ。おい。マリオカート初心者の皆さん、僕の二の舞にならないように、ぜひ今日は覚えて帰ってください。赤コーラが来たら緑をケツにつけろ。はい、これを覚えて帰ってください。おい、なんだ、今回はなんかやけに、俺の目の前にこのピンク
はい、今言ったこと何もできてません。はい、バカです。はい、これだから社会不適合者って言われるんだよね。今ね、言ったばっかり、赤コーラが来たら緑コーラをケツにつけろ。はい、これ今言ったばっかりなのに自らミスを犯していく。はい、これがゆずきスタイル。さあ、もう二の舞は踏まないぞ。で、まあごめんなさい、さっきの話に戻るんだけど、はい、なんでゲソくんねん。ゲソ死ね、やべ、死ぬってきた、やべ。ああ、バンクラ、暴言はやめましょう。バンを食らいます。はい、1。まあそのね、まあゲソで俺を止められると思うね。そうでね、まあ、マリオカートとかさ、モンハンやってるとさ、マジで口悪くなっちゃうのね。で、なんか、まあ、こないだってか、まあ、友達とかとさ、いとことかとさ、まあ、こういうゲームって、まあ、普通にするやん。その時にさ、なんか、知らぬうちに口に出してんのよね。普通にさ、接してる時にはさ、うん、そうだよね、みたいな、なんか割とこう、穏やかキャラみたいな感じでやってんのね。ね、さすがにさ、日常的にさ、そんな俺、おい、ゴラとかさ、言わないじゃん、巻き舌でさ。ね、気持ち悪いじゃん。それがさ、ゲームやってるとさ、めちゃくちゃこうやって表現するからさ、まあ、ゲームやろうよみたいなさ、なんかいとことかね、友達とかに言われた時にさ、思いっきりさ、なんか無意識で喋ってて、あれ？俺今何言ったみたいな。なんか余計なこと口走ってねみたいな感じで、出ちゃうんだよね、本当に。モンハンとかやってるとさ、おいって、おこしまくぞーって言ってさ、え、誰みたいな。二重人格だろみたいなさ、これ分かる人いないかな。これマジでゲームあるあるだよね。これ多分ね、僕だけじゃないと思うんだよね。いや、マジで。はい、ということで、まあ集中してね。まあこんなカスどもにね、まあこんなカスどもは別にまあひねり潰すんですけど、正直ね、まあここはなんだろう。もうね、コンピューター相手、まあ、スマブラとかもそうだけど、コンピューター相手はね、で、1位取るのはね、当たり前だから。うん、コンピューター相手で3位とかやってるようじゃ、オンライン潜って、スマブラとかと同じっすよ。オンライン潜った時にね、ボコボコにされて終わるだけだから。うん。でね、まあね、ショートカット、待って、もう防ぐものがない。ねえ、待って、それはひどいでしょね、待って。はい、普段の行いがいいからですね。ね、だからさ、防ぐものないって。遅いよ、キノコじゃねえ、バナナ。このカス野郎が。ごめん、今のはさすがに、今とっさに出たすごい汚い言葉をオブラートに濁したけど、それでも汚かったね。ごめんなさい、お茶の間で見てる皆さん、ごめんなさい。本当に心から謝罪します。はい、1位です。お詫びに1位取ったので許してください。おい、ピンクゴールドピーチ、お前その程度か。お前、俺のライバルとしてお前その程度じゃん。上に上がってこれねえぞ、ピンクゴールドピーチ。てか、なんでピンクゴールドピーチなんだろうね。メタルピーチでよくね。なんでピンクゴールドピーチなの。じゃあメタル、ごめん、思い込まなかった。だからなんで？なんか俺、スタートダッシュ、今まで全然ミスったことないのに、なんかめちゃくちゃ下手くそになってんだけど、スタートダッシュは。はい、ばっこりと、潰していく。はい、モコ線がすいません、出てしまいました。モコ線、ちょっとリスナーとして、モコ線が出てしまいました。モコ戦のマリカ本当に好きなんだよね。僕が高校生の時にね、病んでた時にね、ずっとモコ戦のマリカ見てたんだよ。モコ戦は世界を救う。みんな240円をバカにするなんて動画知ってる。もうあれで、もう、よくさ、ああいう動画でさ、なんか親の顔より見たとかさ、100回見たわとか言うけどさ、リアルに100回ぐらい見たんだよね。本当にセリフ暗記するレベルでさ、見てんだよね。まあ、セリフ暗記するって、じゃあ言ってみろよって言われたら言えないんですけど。じゃあお前言ってみろよってね、一言一句間違わずに言ってみろよって言われたら、まあ言えないんですけど、リアルで、比喩ね、比喩。比喩って知ってる？みんな。そんぐらい見たってことよ。要するにな。よいしょ、しっかりカーブして。なんだ俺やりにくい。そうか。
てかね、ショートカットしないんですかって、まあ、みんな思うと思うんだけど、僕はね、ショートカット、まあ、知らないっていうのもそうだし、人生と同じ。余計なことをするとね、ミスるんですよ。うん、もちろんね、プロ級の人はショートカットやった方が早くなるし、まあ、簡単なショートカットもあると思うんだけど、僕はね、余計なことをするとね、本当にミスる。だからね、意外とね、まあ、マリオカットって、ね、所持運ゲーなんだよね。まあ、僕はね、今1位しか取ってないから、こういうゴミアイテムしかね、出てないんだけど、は?こうやってね、6位とかになってくると、サンダーだったり、ゲソだったりなんか、出てくるのよ。だからね、正直、キラーとかもね、どこで出るかもわかんないし、ちょっと待って、やばいよね、それは。それはやばいよね。はい、まあ、てことでね、まあ、運ゲーということがわかりましたね、はい。で、まあ、結局ね、55取ったんで、はい、これも1位かなと。あれ、まだもう1レースあるのかな、これ。もう終わりかな。労働せえぞ。労働せえ。はい。ってことで、今回も1位を取りましたと。はい、無事フラワーカップ1位でした。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ちょっとマシンパーツだけ見よっか。いや、次回にしよっか。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。はい、では前回、前回じゃない。次回のね、金マリを獲得するまで、帰れま10もぜひご覧ください。それじゃ、またね。